観光客の方とお話しするのが、まあ、楽しみであったり生きがいであったり。千切山の伝説もう一つあるんですよ。仏様や神様の話って男性の話が多いんですけど、女性でここまでドラマチックな人生を歩んだ方いらっしゃらない。やっぱりそういうご縁をつないでくださる神様がいらっしゃるのかなっていうふうには思いますね。古きいいものを残して新しいものを取り入れていって皆さんに興味を持ってもらうことが一番大事なので、お客様が何人何百人何千人来ようと一人一人の方が幸せな気持ちで帰っていただく、それをとことん追求したいと思ってます。